エリモは海上自衛隊の不施艇。艇名はエリモ岬に由来し、旧海軍の給油艦、エリモに続き、日本の艦艇としては2代目。旧海軍の不施艇、測定を参考にして、旧海軍技術者からなる船舶設計協会に依頼して設計された。機雷不施、総海、対戦線で使用できるよう設計され、旧海軍の運用思想がそのまま継承された。 再軍備反対に配慮して、建造当初は大型総海戦と呼称されていた。艦の構造としては、環境と煙突の間の甲板上に、機雷庫が設けられていた。機雷敷設作業時には、爆雷兵装の半分を撤去する。建造時から、ディーゼル式は、不調が続き、問題解決に苦慮したとされる。旧海軍では、敷設艇を多数建造、を維持していたが、 海上自衛隊は本店一席のみの建造となった。エリモは昭和28年度計画601号線として、浦賀選挙で1954年12月10日に寄港され、1955年7月12日に浸水、1955年12月28日に収益し、横須賀地方隊に編入された。1958年6月1日、 クレチ包帯に編入。1960年5月1日、第一総会大軍に編入。1961年9月1日、第二総会大軍に編入。1969年3月15日、第一総会大軍に編入。1976年3月31日、特務船に種別変更され、艦籍番号が、ヤスマイナス69に変更。 護警備隊所属の水中処分隊の母船となる。特務船に種別変更の改造時に、軟式潜水装置が搭載され、機雷搭載用装行ホイスト及び機雷付設機場の一部が撤去された。また、中央部にあった機雷搭載用クレーンが撤去され、代わりにダイバー用ダビッドが新設された。1982年3月27日、除籍 収益から除籍までの構想距離は約72万キロに及ぶ。ニュースフラッシュ。世界の感染第309号。解任者。1982年7月。118ページ。ありがとうございます。